It was amazing today to play in front of the fans. Geez, we love playing Hunters. I know, I don't think we've lost here since the renovations were done, and we just enjoy coming home every single time. There's no fans like the fans at Hunters, I know. They're just amazing. It was so good to play in front of them today. The game theme today was tough choices, and I think we did a really good job of sticking to that and taking it to the next level like Aramizu asked us to do. I think the prime example of that's the try we scored where Kenta dived on the ball and we put a box kick in, and then Lolo dived on the ball, and then we scored a couple of plays later. Willie scored on the other side of the field. That just epitomised what we were trying to do all game. Especially Lolo did a fantastic job of it today. He really led by example with that. I thought in the second half we just took our game to the next level. We really ground them out with our scrum and our maul. We played much better area possession. Our kick chase was really, really good. And we just really squeezed them. And once we got on top, we just never took our foot off the throat, which is a credit to the boys for staying focused for the whole 80 minutes. From everyone here at Kintetsu, thank you for everyone that turned up today. We heard you guys in vast numbers, and it was amazing to have you guys there. Looking forward to the next game. We'd love to see as many fans there as possible cheering on Kintetsu. Chockey's going to be a very tough game, but we know we can go and put a similar performance in if we just keep focusing and keep our fans on our side. So thank you very much for that, and look forward to seeing you in 2 weeks' time. ありがとうございました。いや、想定はしてないです。もう1点差でもいいから、勝ちにこだわろうっていうことを言ってやっていきたいので、まあ、ここまで、まあ、結果的に開くことは予想してなかったんですけど、自分たちが今週やろうとしてたところをしっかり 100% 出せたので、まあ、こういう結果につながったのかなと思ってます。まあ、セットピースですね、スクラム、ラインアウト、モールでしっかり前に出て、そこでスコアしきるっていうところをテーマにやってたんで、まあ、それは前半からしっかり出せたのかなっていうふうに思ってます。そうですね、スクラムに関してはまだちょっと自分たちの中で合いきれてないところがあるんですけれど、でもまあ今からまた次の試合まで2週間あるのでしっかり修正していきたいと思ってます。ラインアウトモールに関しては本当に、まあ、今シーズンで一番ここを集中してやってきたところだったので、しっかりそこでスコアしきれたっていうのは次に向けてすごいいい収穫だったんじゃないかなと思ってます。まあ、細かい失敗とかはもちろんあるんですけど、まあ、みんなでカバーし合って声かけ合ってできたのがすごい良かったかなと思います。試合前のロッカールームの雰囲気がやっぱりファンの方々に見ていただけるっていうので、今シーズンでやっぱり一番盛り上がってたホームゲームっていうのはもちろんあるんですけど、本当にファンの皆さんに僕たちのラグビーをお見せできる、でまた遠いところ見に来てくださってるっていうところすごいありがたいなって感じたので、また次のレベルで次の、自分たちのパフォーマンスをしっかり見せれるように頑張るので、また次節からも応援の方よろしくお願いいたします。今日の試合はまずフォワードでしっかりセットプレー圧倒して、まあ、スクラムモールリングでしっかり前に出て、ペナルティーをもらってスコアしていくっていう風な形でゲームプラン遂行できたんで良かったと思います。次の試合ももちろんトップチャレンジリーグのファイナルということで、すごいワクワクしてますし、今から楽しみですね。そうですね、必ずのまず私たちのホームで、ホームのやっぱり近鉄のファンの皆さんの前でしっかりいいプレーができて、で自分たちも納得するプレーができたんで良かったと思いますね。ちょっとまだ修正するところいっぱいあるんですけど、まあでも試合を重ねるにつれてコミュニケーション取れて良くなっていると思うんで、次また練習始まってからまた、次の試合に向けていいスクラム組めるようにしっかり練習していきたいと思います。ファンの皆様、応援ありがとうございました。次戦も、楽しみにしててください。ありがとうございます。そうですね、ほっとしてます。まず第一で8分間、まあ、できたことと、で、まあ、自分自身のプレーとしては、まあ、ミスもたくさんあって、まあ、なかなか乗り切れないところあったんですけど、まあ、コミュニケーションのところでしっかりやっていって後半はいい形でできたんで良かったです。やっぱりライナーズファンの皆さんってたくさんいるんで、ライナーズのジャージを着て応援してくれたり、ライナーズの何かを持って応援してくれてる人がたくさんだったんで、すごく自分としてもやりやすく楽しくできました。
そうですね、後半もすごくファーストフェーズでトライを取り切れたというところと、あとエリアのところをしっかり取れたというところが大きな要点だと思います。入場した時にすごく多くのお客さんが見に来てくださっていて、まあ、去年のトモさん最終戦初期戦も、まあ、1万5千人でしたけど、変わらぬ応援、今日も本当にたくさんの応援でとても嬉しかったです。まあ、セットピースのところ、特にスクラムとモールのところを今日こだわってやっていこうというふうにチームミーティングでもあったので、まあ、その部分で、まあ、近鉄ライナーズの強みを出せたっていうところはすごくいい点だったのかなというふうに思います。今日は、応援ありがとうございました。僕らのトップ8に向けて、まあ、あとトップ8の試合まであと2戦あるので、変わらぬ5戦よろしくお願いします。